建国中霊廟前景建国中霊廟拝殿。建国中霊廟とは、満州国に準じた使者を祀った宗教施設、慰霊施設。いわば、満州国版、靖国神社である。建国神廟の説明とされ、満州国祭祀府が所管するが、建国神廟とは異なり神社形式ではない。建国中霊廟を描いた記念切手1940年9月18日。 神境の大道大街の南端に鎮座、創建された。神体は、建国神病と同様の白銅製の紐付きの丸鏡である。社殿は中国風を基調とする建築で、屋根はルリカワラ武器であった。本殿、拝殿、回廊、角楼などで構成されていた。満州国郵政は1942年3月1日に、 建国宣言10周年を記念して3種類の記念切手を発行したが、2部、4部、2角の内前者の2種類の額面で、当該建築物を描いたデザインである。建物であるが2008年に訪問した日本人によれば、資材置き場の敷地内に放置状態にあるが、減損していたという。 日本に承認された記念日である9月15日にも2種類、発行優秀2009年2月号北緯43度50分24秒、統計125度18分59.1秒、北緯43.84000度統計125.316417度、43.84000125.316417。ありがとうございます。